はい、こんにちは、全然書房の阿部です。人間は食べたものと読んだ本でできている、こういうことわざといいますか、こういう話ですね。この中でその人が読んだ本、どんな本を読んでるかという、その人の本棚を見ると、大体こういう感じの人なんだっていうのは分かる。どんな知識を持っている、何が好きなのか、こういうことが全般が本棚を見ると分かるということですね。ですから本棚を素晴らしいものにしていくと、人間自身、人間も素晴らしいものにどんどんなっていく、こんな風になるんだろうなと思います。そんな中で、いつもですね、その本棚にぜひ並べてみてはという本をここでご紹介をさせていただきます。今日ご紹介するのはですね、こんな一冊です。青春漂流というタイトルです。立花隆さんが書いた本なんです。これ小説ではないです。実話の話ですね。これどういう話かっていうのをご紹介しますと、若者青春漂流という部分で、なんとなくイメージいいタイトルだと思うんですが、青春、まあ、20代ほとんど30代の人たちなんですけれども、30代の人で方で挫折をした人、かなり挫折を、大きな挫折をした、ないしは挫折を繰り返した、引きこもりになった子供の頃から全然うまくいかないという人生の人が、あるところから失敗から出会ったもの、ここで夢中になって生きていくという生き様、これをインタビューをして、それを本に綴ってるんですね。これ月刊誌だったかな、昔のスコラというところにずっと連載になったもの、これをまとめたものです。11人の、青年といいますかね、当時の青年が出てきます。でこれがですね、まあ、本当にね、まあ、挫折といっても本当に大変な部分だったり、苦しい思いをしているというのもそうなんですけれども、そこで出会った今度の仕事という、今夢中になってその取り組んでいる仕事っていうのが、それぞれやっぱり独特の仕事なんですね。それが面白いですね。特にこの11人どんな仕事をしているかというと、塗り師ってなんとか塗りってありますよね。その地域 この塗り物をする塗り師になったり、の世界に入ったり、ナイフ、手作りのナイフの職人、これで世界一を目指したり、また猿回しの調教師になったり、精肉の職人として、日本一を目指したり、動物カメラマンだったり、鷹でこのウサギ取ったりするあれですね、鷹匠だとか、ソムリエとかコックとか、レコーディングミキサーとか、まあ、そういうようなちょっと一般の仕事とはちょっと変わった世界で、この一人でそれこそ日本一世界一を目指すようなところに夢中になっている人たち、みんなやっぱり来るのに大変だったりしてる部分も、中にはね、これソムリエはあれですから、田崎真也さん、まあ、日本で、まあ、今日本で知らない人いないような、人になってますから、田崎真也さんなんかソムリエで、まあ、そうやって有名になってる方もいますけれども、独特の世界の中でこの世界で道を極めようとしてる人たちなんですが、みんなやっぱり大失敗なりうまくいかない人生の中からそこに入ってきてるんですね。だからこの話が話していますから、この立花さんのこのインタビューから、しかも夢中になって徹夜でこうインタビューをしたりというような部分の11人の若者の話、これ面白いですね。ぜひこんなものを読んでもらったらと思います。まあ、全部男性なんですね、どうやらね。ですからやっぱり男性の方がこれ読んで、ピンとくるかなということではおすすめですけれども、自分の人生と照らし合わせてみたりとかですね、これから自分の人生こうかななんていうことをちょっと考えたりするのにも、一つの指標としてはね、とても面白い、いいものになるかと思いますね。今日はこんな一冊をご紹介です。青春漂流です。全然文庫、ぜひ見てみてください。